南シナ海では実はベトナムと中国だけではなく、フィリピン、マレーシア、そしてブルネイなどがそれぞれ権益を主張しています。各国が主に自国の領土の沿岸を主張しているのに対して、中国は南シナ海の大部分の権益を主張しています。この海域は漁業資源が豊富なことと、石油や天然ガスの資源も多いとされる場所です。 今回の事件の発端も中国企業が一方的に石油の採掘を始めたことからベトナム側が強く反発し両国間の緊張が一気に高まりました。